残り1時間半で外し105,000か、それぐらいか。誰かが捨てた鉱石って代ないかな。めっちゃ安定やるやん。 OK、 知らないけどこれ打ちます。前に打った人が演出失敗ゲームで破ったんですけどね、深さって面白かったけどね。これどこ狙えばいいか、待って、これか。合ってるよね。いや、とりあえず打ってもらったね。全くない。なんか周期が重なったら当たる的なやつですよね。確かに。まあ結構安定のあるグラフやからそこそこいいんじゃないかなと思っちゃう。一時期この辺のダンソールを前代箱を持ってったような感じ、この辺はね、悪くないかも。とりあえず取り返しするのは無理。2000枚ぐらい返ってきたらまだね、怪しいデメ。それとともにこっちが何か分かりました。発注時です。わかんないけど、わかんない。当たり？
ジーバトルは直撃冷薬によるの当選先にちょっとチャンス目で当たったんだ。違うか、そうですね、直撃 AT リベンジバトルに突入する。攻撃速率は70。あーなるほど、よくわかんない。これでこれはもう入るってこと。赤七を狙え。青七揃いましたけど、青七の方が偉いかな。そうやろね。よし、いっぱい出そう。よくわかんないけど。どこよ？右よ？左よ？右よ、中よ、左よ。
いんじゃないか。右よ、中よ。また復活したこと？え、違うんだ。違うんだ。え？終わった？終わり。まあ800枚ね、簡単に取れたから上出来。そして良さげな台なんで。天国は見ますよ。何？終わり？ダメってこと？どうだ。カメラにするけど。
く金です。金金、この金は外せないでしょう。ナイス、これは助かったよ。この台赤7を狙え。さあ頑張ろう。この月に目を来たのあの菅野の何が、同志はお前が考えるほど特別な男ではない。彼となら同じやと。右よ、中に置き去りよ。大丈夫じゃないんだ。関係ないか。マジか。よくわかんないな。まあ時間が時間なんで、もうぼちぼち終わりにしようかな。Time, you know, if you move your waistline. Turn it, you just move it. Go away, go away, go away.
お疲れ様です。今からね、今日の一日を簡単に英語の2つの言葉でまとめたいと思います。パッです。シュラはしゃあないよ、シュラはしゃあないよ。7万5000使って出なかったのが仕方ない、設定を期待してない。で、そこからハーレスの天井数十ゲーム手前で当たるのが許せないね。あらあかんな。で、そこからケイジね、ケイジ最後、ガンソード、おそらく設定いい台でちょっとリカバリーできました。総投資10万5000、回収1400枚、強。結構なマイナスです。で、なんで、いやまあこれ以上のマイナスは何回もあるけど、ここまで悔しいっていうのは、あとね、いつもね、こう数えてるんですよね。5000枚以上とかそういう台を全部こう数えたりしてるけど、今回はね、多分ノーリミット始まってから一番出たと思います。おそらく、まあ、180台に対して5000枚オーバー最高枚数が17台、いわゆる 10.5 台に1台ぐらいは5000枚オーバーですよ。で、7500枚オーバーですよ。10台、18台に1台、いわ 10% で、万枚の台が9台、9台ですよ。ジャグラー含め、バラエティも当然含め、全台含め180台に対して9台が万枚出たんですよ。で、いくらなんでもまあ最高枚数だからもう別に知らんやんみたいな思う人もいるけど、でも最高枚数が5000枚だったらその台に10万以上投資しないと負けならないんで、少なくても、結構ね4000枚3000枚の台多かったから、少なくても5台に1台は確実に勝ったっていうね。で、20台に1台はもう万枚オーバーで、 1台がね1万5000枚もあったし、で、設定あっての万枚は結構あったと思うよ。もうやっぱこうモンハンとかバージーとかその辺はね、やっぱり設定ありの、別に事故ったっていう感じではないと思うし、めっちゃ設定入ったから、もうそんな時にここまで負けるってやっぱり辛いです。でね、まあ来月からね、正直に言うこと、もう正直言います。今ね、7月の15日です、今ホールにある台で打ちたいと思える台はない。8月から新基準の台、その新しい台結構出るんですけど、やっと打ちたいなと思えるような台がたくさん入るんで、ちょっとしばらく僕ね、もう7月の今日から15日、8月の1日、2日、3日ぐらいまでは僕一切パス打たない、決めた。なんてタイミングな雨ですね。はい、そんな感じでね、来月は第2土曜日、第4水曜日、これからもそういうパターンでうまくやっていくんですけど、今月だけで、軽く諭吉16に消えました、ピートレックさんで。まあ見つけたらぜひ救ってください。飲みに行きましょうね、ね、ね、飲みに行きましょうね。外人は傘使わないからね。